こんにちは、速稼塾のここです。久しぶりにですね、昭和漫画研究会でございます。まあ正確には昭和の漫画ではないかもしれません。なぜなら消費税が書いてあるからなんですよね。今回紹介するのはホールドアップキッズというね、子供たちが刑事をやったらどうなるかっていう風なね話なんですけど、もともとはね、これ登場人物これ見て3人いるんですけども、女の子好きの2人の刑事と、そして交通機動隊のバイク乗りで、この女の子をね、この3人のストーリーが始まるよって時に、警視庁に中にいるですね、そのマッドサイエンティストみたいなのがいるんですけども、その博士のお酒かなと思ったものをちょっと盗んで3人で飲んでるとですね、それはお酒じゃなくて若返りの薬だったんですよね。でマッドサイエンティストのそのドクターおじいちゃんは、自分が若返りたくて研究をこの警視庁の経費で作ってたんですけども、まあそれがねこう飲まれちゃって、で3人が若返っちゃうんですよね。でもともと設定では22、3の男女の3人だったんですけども、この3人が10年ぐらい若返って、まあ、小学生、まあ、言って中学生ぐらいの体格と何ですかね、見栄えになっちゃうわけなんですよね。でそれが第1話で起きるわけなんですよ。でそれからこの3人は小学生の体を生かして、まあ、いろんな事件を解決していくってことなんですけどもね、当時としてはものすごい設定がしっかりしていて、で単純で分かりやすいんですよね。例えばこのね、交通機動隊のバイクの女の子はもうバイク好きで、特にね力が出ない時にエンジンオイルの匂いを嗅ぐと、ものすごいね化け物のような力を出すんですよね。まあそういった感じでバイクはもうものすごくマスターしてると。で男の子2人は射撃の腕はもう超一流なんですよね。それで頭もいいと、で、まあ、体力もある。でもなんかこう小学生になっちゃったんで、うっかりね、例えば拳銃をいつものように片手で撃とうと思うと、もう小学生の体格なんで反動でぶっ飛んじゃうんですよね。まあですからね、いろいろとその小学生の体を使いこなしながらでも楽しく生きていくと。で警視庁は事情を知ってるんで、この3人を、まあ、刑事としてねちゃんと使っていくって形なんですよね。でも世の中で起きてる犯罪っていうのはいろんなあるんですけども、子供に対してはちょっとノーマークなんで、普段でしたら捜査に入れないところも入れたりとかするわけなんですよね。で当然ですけども、この3人、途中から三角関係になっていくみたいなところも匂わせながら、でもその女の子舞ちゃんっていうんですかね、舞ちゃんはどっちの男性を選ぶのかいまいちわからないのと、やっぱ第1話でね、婚約者が出てくるんですよ、ちょびっとだけ。でハートブレイクしながら、奮い立ちながらこう事件に向かっていくってストーリーで、まあ何と言いますかね、1話1話基本的には完結なんですけども、それが全部つながってラストシーンで大団円っていう形で、大体ねこの11巻まで出てるんですよね、これね。でこの舞ちゃんって女の子が前面に出てるんですけど、割とねいつもねモデルさんみたいな格好をしていたりとか、モデル立ちをしていたりとかね、すごくスタイリッシュではあるんですよ。ファッション的にもかなりね洗練されているんじゃないかなと思います。小谷健一さんのストーリーでございます。で、これからね私も読んでみるんですけども、まあ、当時ね漫画読んでた時のもう内容忘れちゃいましたんで、このぐらいしか私説明できないんですよ。でこのホールドアップキッズは実はね、読み切りでね、タイムスリップする話が一話あったんですけども、そのタイムスリップ話がちょっと見つからなかったんですよね。もしかしたら読み切りで最終巻の最後の方に入ってるかもしれませんけど、私としてはねそっちの設定の方がね結構好きだったんですよね。まあでもこのホールドアップキッズもかなりスピード感があって、で当時中学生だった私がね、こういう風な小中学生になりたいなみたいな、もうまさにね少年の夢を叶えてくれるような、そんなスカッとするようなストーリーの連続でございました。子供になって知恵してまったね、体格とそれから知恵といろんな特技を生かして大人の犯罪者をどういう風に翻弄していくのかってところが見どころなのかなと思います。でも多分最後はねすごくいい話で、お互いの人生とか恋愛とかね、なんかいろいろと考えさせられるところがある青春真っ盛りのね、当時の10代の私にはもう非常に心に刺さった作品ではないかなと思います。同時にですね、結局最後に薬の効果が切れて大人に戻ることができるのか、いや子供のままに行くのか、それともその子供のまま十数年勤務して結局はそのね年齢と体格が見合ったものになっていくのか、その辺私も分かりませんけど、これからねしっかりと11巻全部を読んで楽しませていただこうかなと思っております。それでは本日は以上です。